皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ CB417 ことはーちゃんです。今回はこちらのケーキのスクイーズを作ったのでご紹介したいと思います。こちらはベリー系のケーキを作りました。こっちはオーダーでいただいたもので、こっちはオーダーではないんですけれども、ちょっと作ってみようかなと思って作りました。で、今回はパーツは全て市販のものを使ってみました。ラズベリーを作るのがすごく細かくて、はい、こんな感じで、なのでサンプルを使いました。今回はこんな感じになっています。はい、自分で作ってもいいんですけど、自分でこういう大きめのラズベリーは作ったことがなかったので、今回は、はい、挑戦はしなかったんですけど、今度ねそれも作ってみたいなと思いました。で、こっちはとケーキのコーティングしてあるもので、すっごい柔らかいんですよね。とっても柔らかいです。はい、まだね上のデコレーションが乾いてないので、ここら辺しか触れないんですけれども、こんな感じになっています。で、こちらはこんな感じでいちごとかを乗せました。いちごもパーツで、このスイーツデコビスケットっていうものは手作りですね。これも市販ですね。なんかこれすごい可愛かったので、これを今回使ってみました。いつもは手作りのいちごとかを使っていたんですけれども、はい、こういうのをたまに使ってみるのもいいかなと思って今回使いました。とってもね、低反発の触り心地になったので、はい、すごい良かったなって思いました。こっちのソースはセメダインなので、すごくプニプニしていて触り心地もいいです。こっちはセメダインではないんですが、材料塗った後にさらにコーティング剤を塗っているので、もうすごいツルツルですね。とっても柔らかいです。というわけで、こちらのスクイーズのご紹介でした。この商品以外にも他の商品いっぱい出品していますので、もしよかったらメルカリ覗いてみてください。気になるものがあればぜひご購入の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。